です、発売になったばっかりのウォルナットシェルなんですけど、ちょっとね、詳細な説明が足りてなかったので改めてご紹介しておきますね。まず非常に大容量、まあこの辺はもうすでに皆さん伝わってると思うんですけども、まずはコンパメントの紹介ね。まあこういうふうに横にした状態でね、釣りをしてる時に中のものを取り出すんですけども、ここのコンパメント一応蓋が全部開きにくいようにストッパー入れてるんですけども、コツとしてはこの程度しか開けない、ね、そうすると多少この辺に重たいものがあっても勝手にジッパー開かないので受けになります。この状態で作業してリグってまた戻すと、こういうことですね。でここはもうでっかいですから、はい、今 iPad が入ってます。コンセントもここへバッテリーとかたくさん入ってますけども、ここが一番大容量が大きくてしっかり入ります。でこの奥側少しねシャリシャリした生地で、で防水バッグではないんだけども、まあこの内側の素材のおかげで濡れてはいけないものなんかもね入れやすくなってます。ここも結構な容量があります。それからここにね、斜めにポケットコンパートメントです。ここは僕の場合はですけど通常 iPhone 入るようになってます。で、Android でも、iPhone でも一緒ですけど、あのマックスサイズがねずっぽり縦にこう僕のこの手のひらがすっぽり収まる大きさです。こういうふうにここいっぱいこの端っこまで来ますから iPhone Max でも入ります。で最後のコンパーメントは実は裏側にありまして、ここですね。ここはマチはないんですけど同じように、シャリシャリした素材で濡れてはいけないものなんかが収納できるようになってます、はい、どんどん行きますよ。やっぱここはドリンクホルダーなんですけどね、D 缶がついてることによって、ここからドリンクホルダーの、 あの口金にパコッとかけるようなものがね売ってるでしょ。それにつけてこの中にボトルを入れておけば、で飲むときは後ろから前に回してこう取り出して飲んでまたしまうという形です。で今ちょっとだけ説明しましたけどね、あちこちに D 缶がついてるのもこのバッグの良さです。非常に使い勝手よく考えてます。ここへ2つ、ここへ2つ、まあ僕の場合は喫煙者なんでこういう灰皿もぶら下げますし、ここはあのタオルを突っ込んでおくようなものもねぶら下げてもいいかなと思います。で前に回って肩ベルト、ここも D 缶が1個2個3個まあ皆さんのアイデア次第でいろんなものが吊り下げられます。あここだね、1、2、3、4つですね。まあこういうハサミ類と、あとここからあのプライヤーをねぶら下げてみます。ここプライヤーホルダーになるんです、でこうリトラクタブルをつけといてここにあればスッというふうにね、そういう使い方もできます。で、これ小川健太郎君のこだわりですけど、 GoPro なんかのこういうクリップ式のクランプがここへしっかり取り付けられるね、はい、この辺もねちょっと工夫されてよく考えてますね。まあいろんな工夫がねしてあるんですけども、実はここへ隠しベルトがあるんですね。これも前回説明しましたけど、ここへロックして今しまい込んでますけど、外してこっち側からベルトを引っ張り出すんですね。普段使わないベルトが邪魔になりますから、ここに隠すように取ってあります。でここにはめるんですが、何のためかというと、例えば消波ブロックの上に降りるとか崖を上り下りするとかそういう時にバッグがね重たいとブランブランして危ないですから、このベルトを出して
ここへ装着する。で、キュッと締める。はい。そのためのベルトです。で、普段は使わないので、今立ってる堤防なんかですとほぼその必要ないので、しまっておくと。はい、しまい方の説明。まあセットした状態ですか。これが長すぎます。この長さを揃えてあげて、こちら側から送り込んでですね。しまってこっちが立つ。この状態でここに収納用のクランプがついてますから、このセットして隠す。はい、この飛び出たやつもついでにこの中にしまっておく。ほら、綺麗に置かなくなったでしょ。この辺もよく工夫されてます。で、この肌側に当たる部分はクッション材入れてますから、ベルトの内側もちょっと厚手のね、クッション性のある素材を使ってますから、非常に肌触りもいいし肩にも負担がかかりにくい。はい、ということで機能満載のウォルナットシェルバッグ、いろんなメーカーさんが、フィッシングスリング出してますけども、今までになかったね、細かい、使い勝手のいいギミック満載のバッグですので、ぜひお試しを。